皆様、改めまして、こんにちは。こんにちは。こちら福島県の観光 PR 隊、福が満開福島隊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは自己紹介からまいりましょう。わしは滝桜美晴と申す。僕は花見山作太郎と申します。私、須賀川ボタンと申します。わらわは湯の花小雪でござりまする。私、日本橋菊葉と申します。夏井川もみじと申しますわ。まずも気になったここへ福島って書いてある嬉しいの。さて、はい、ちょっと脱線したが、わしがこのように福島県大野福島の魅力を全国の皆様に PR して回っておる。はい、そんな見どころ盛りだくさんの福島県、皆様にもっと知っていただきたい、そう考えまして歌にしてまいりました。皆様2曲続けてまいりますので、まずお聞きになっていってください。さて、この福島県の魅力を伝えるこの歌なんじゃが、ぜひわしだけではなく皆様にもお手拍子で盛り上げていただきたいの。一緒に楽しもうぞ。それでは参ります。福島見どころソングスタート。もう一回行ってみましょうかね、美晴さん。王者の英語バッツが大変なの、もう一度参ろうか。はい、では参ります。福島見どころソングスタート。
わしらは福島県の美しい花、豊かな食、そしてくつろぎの温泉を紹介し、復興に向かう福島で皆様をおもてなしする、福が満開福島隊。梅、桃、桜の三花成功、福島県三春町、千年を超える感謝と恩義を今この国全の桜に染め行いたす。福なる滝を降らすしだれの友人、名を滝桜三春と申す。新酒鑑評会金賞受賞数2年連続日本一、美酒を片手に花に酔い酔った自分にさらに酔う、福島生まれの桃源郷とは僕のこと、我こそは花見山作太郎なり。さては開幕、我のもた歩けば広がる古売り畑、古代より交通の要所として栄えた深川の地には290種7000株ものボタンが咲き誇る。福島の空の玄関口を彩る大輪の花、私新進と降る雪の季節、天高く昇る湯気の奥に四季に返された福島の雄大な自然が広がる。福島の温泉はよそ140カ所、ソーダアターのお好みはどの、わらわじゃ。福島県は温泉王国、わらわは湯の花小雪でございまする。あれが安達太良山、あの光るのが阿武隈川、知恵子賞に呼ばれた二本松では、ただいま日本最大の菊の祭典、二本松の菊人形が開催されております。私、二本松菊派と申します。大滝の山に源を発し、いわき市で太平洋に注ぐ夏井が、春芽吹き夏潤いて秋あでやかに一緒に染まる、それが私、夏井川もみじですわ。本日より3日間開催されます福島三色市、福島の美味しいものがたくさんございます。ぜひこの機会に福島の魅力に触れていって、そして次は福島へお越しくださいませ。これが私たちの福島県。福島県のさらなる発展、さらにこの福島三色市にて皆様が素晴らしい福島県に触れてくださることを願い、お手を拝借。よお福が満開福の島、よ福が満開福の島。
ありがとうございました。この後も引き続き福島三直一お楽しみください。